この先を知りたい。知らなかった子を知りたい。ここは俺たちのいた園に似てるな。こう。何が目的だ、はるか。そんなの、もちろんおひい様が目的でしょうよ。ね、おひい様。そういえばこう、俺たちの縁にはでっかい南天の木があったね。冬になると真っ赤に実ってさ、雪の上にそれがたくさん落ちて、まるで血みたいで。忘れらんないね。じゃあ、俺はこの辺で。ではまたね、おひい様。今度は甲の昔話でもしましょう。手にキスされちゃった。お前、あいつには近づくな。え？あの手この手で近づいてくるけど絶対に関わるな。返事。はい。お前が好きなのは俺だけ。いいな。これはあれ？月瀬さんに私を取られたくない的な。こう、私が好きなのはこう一人です。体が熱い。ゆっくりでいいって言ったのに。なれろ。この先もっといろいろあるんだから。おい、メーカー。今日は早朝会議だから先に行く。飯作っておいたからちゃんと食べるように。はい。急なんだけど、来週の出張同行してくれるか。先方がメーカーの小さい頃を知ってるらしくて、一緒の方が契約がスムーズかなって。向こうに一泊することになると思う。一泊？もしかしてこれはチャンス？ OK、メーカー。もちろん、いいに決まってるじゃない。私、ホテルの手配とかやっておくから。こうは、どうぞ、仕事行って。あ、うん、じゃあ、行ってくる。行ってらっしゃい。昼間は仕事だけど、夜は二人きりだし、いつもの生活よりは
こういう時の方がいいんじゃない？ああ、想像したら心臓が。なんか前にもお前と来たことあったよな。寒い時期だったのにバンバン俺に水かけて。そうだっけ。なあメーカー、海の風って潮の味すんの知ってる？そうなの？知ったでしょ。何あん時の仕返し。あ、お前やっぱ覚えてなかったよ。何子供？本当のお子ちゃまに言われても。こうってこうやって笑うんだ。お月の時とは全然違う。何その顔。かわいいんだけど。私の体がこう欲しいって言ってる。疲れたね。あんた海ではしゃぎすぎ、そして食いすぎ。それはこうもでしょ。でも楽しかった。普通の恋人って感じで。こう指一本だけちょうだい。つなぎたい。これ以上はなし。俺男だからね。いいよ男で。いいの？本当に。はい。やだ。この先を知りたい。知らなかった子を知りたい。
顔好き、大好き。俺も愛してる。心も体も全部こうでいっぱいになる。すべてがこうで埋まる。好きな人の一番近くに行くってこういうことなんだ。お日様、おはようございます。昨夜は万事おするするとお済みのようで、誠におめでとうございます。 ありがとうございます。ええ、何これ、罰ゲームみたい。ではごゆっくりと。失礼いたします。じゃあいただきますか。うん、美味しそう。いただきます。幸せ。まだドキドキしてる。何？一人で赤くなって何浮かれてんの？な、昨日のことでしょ。違う。てか仕方ないでしょ。私初めてで。何よ、余裕な顔して。俺も浮かれてますよ。こうも顔赤い。うるさいよ。だってそんな顔見せたことないじゃん。そりゃお付きでこんな顔してらんないでしょ。じゃあこれからいっぱい見せて。あ、ちょ、あぶんな。だな。あ、ちょっと待って。きっとこれからはよし、まだ知らないお互いを見ていくんだ。いただきます。コート結ばれてから何をしていてもそういう気分になってしまう。先日はどうも。コウの肌の感触があれからずっと残ってる。部長、見積もり書できました。ありがとう。その手で触れられたい。コウの体に顔をうずめたい。これ今までのキスと違う。おかしくなる。俺はね、我慢してんの。本当なら
お前を抱きつぶしてやりたい。めちゃくちゃにしてやりたい。でもまだダメ。お前初めてだし、まだ全部ぶつけない。こう、かわいい。そういうこと考えてたんだ。これからゆっくり全部の初めてをこうと一緒に。失礼いたします。ありがとう。お姫様ありがとう。いいえ、みんなが喜んでくれて嬉しい。お姫様、今日はあの怖そうな人いないの？あ、こうのこと？今日は仕事があってどうしても来られないって。へえ、そうなんだ。残念だな、こうがいないなんて。月瀬さん、こんにちは。お姫様、あの手この手で近づいてくるけど絶対に関わるな。こうもこんな感じで可愛かったんだよね。え？昔の写真あるけど見る？煽ってる？昔の子本当に可愛いんだよね。あ、確かこうの好きだった子も写ってたような。ダメダメダメ、写真ごときで。過去は過去。あ、これこうですか？若っ、小さ。施設に来たくらいの頃かな。あ、そうだ、隣にいるのは俺、17くらい。へえ。私の知らない昔の子、私の知らないところで知らないことをいっぱいしてきたんだね。ああそうだ、こうの好きだった子っていうの。もう結構です。施設のこととか友達のこととか好きだった人のこととか、ゆっくりこうの口から聞きたいんです。こうの大事な部分だろうから。写真ありがとうございました。これで失礼させていただきます。こうは幸せ者だね。焼けるくらい。二度目はなし。おやおや、ナイトのお出まし。メーカー、こう、これ以上メーカーに近づくな。お前のものは全部手に入れたいんだよね。それが嫌なら俺を殺すしかないね、こう。殺されたくなかったらおとなしくしててね、はるか。帰るぞ、メーカー。嫌になっちゃうね、奥さんへの愛が深すぎて。はるかには近づくなと言ったのに。ごめん、でもこうの昔の写真見せてくれるって言うから。俺の写真ごときでいちいち反応するの？好きな人の写真なら見たいもんでしょ。写真ごときだなんて言わないでよ。こうなんて恋心分かってないおっさんなんだから。し、なんだ。
んたの方が恋心分かってない。やっと会えるわね、こう。